さあ、皆さんこんばんは。今、8時、ご利用はですね、20時43分です。多分、皆さんの方は、21時43分かと思いますが、1時間早いですね。1時間早い。で、さっきちょっとライブやったんですけどね、途中で切れてしまいまして、Wi-Fi を、Wi-Fi をね、つなぐの忘れてて、途中で切れちゃった。つなぐの忘れてて、途中で切れちゃったってどういうことやねんっていうのもありますけど、そういうことです。え？やっぱり、今、雨季ですね。雨季に入りました。思ったより雨季もね、少なくて、雨が。ローカルの子にね、こんなもんって聞いたら、いや、今年は異常ですね、って言ってましたね。なんで、結構雨が少なめなんじゃないですかね。まあ、雨が少ないのはいいことですけど、雨が降ると涼しいんでね、僕は別に永遠降り続いてるわけじゃないんで、降ってほしいなと思います。もう今日はちょっとライブを久々にやりながら、最近ね、全く動画更新もできていないので、やりたいと思います。ね。まあね、どうですか。日本はコロナが大変じゃないですか。ね。日本はコロナが大変でしょ。僕はね、アパートです。自分のアパートにいるんですけど、そこでライブ配信をやっております。まあ、コロナって僕もね、ちょっと日本帰る予定が、しばらくないので、あんまり、ニュースもね、NHK しか見れないんで、なかなか見れてないんですが、大変そうだなと思って、日本が。まあ、僕の中ではあれは多分、高齢者は殺そうとしてんじゃねえかな、みたいな。もう怒られるか、こんなこと言ったら。なんか、それしか考えられんな、みたいな。ことは思いますね。高齢者は、少子高齢化にストップかけるみたいな。コロナを使って。いや、こんな危険な発言しちゃいかんかもしれんけど。そう考えてる人もいるんじゃないかな、なんて思ってますけどね。まあ、あとね、僕ちょっと今、喉がね、声があんま出ないんですけど、まあ、昨日ちょっとマッサージに、ね、行って、こっちのマッサージってバリウムマッサージってホットストーンとか、オイルマッサージなんで、ちょっと指圧系、ぐいぐいやってちょうだいよっていう感じのね、やつをやってもらおうと思って行ったんですけど、結局ホットストーンとオイルマッサージだったんですけど、まあ、オープンなとこでね、で、やったら、すごく良かった。だいぶ肩こりが起こりましたね。まあ、肩こりなくなると、喉にも関係あるんだなと思って。喉がちょっと声が出づらいんですよ、今。なんでかなと思ってたら、肩こりだと思って。僕ね、これ持っていたんですよ、日本から。それで、ちょこちょこやってるんですけど、こうやってやって、それを使ってたら、喉がちょっと痛くなくなったの。もうね、バリの喉風すごいっすよ。痛くて。なんていうの？もう息吸うだけで痛いみたいな。今もそうなんですけど、息吸うだけで痛くて、大変ですよ。本当に。それで、一応薬局が24時間やってるところがあるんで、これ、喉ヌールスプレーかな、これ、を買ってきて。I want to, って言ったらこれ出してくれたんで、多分喉薬なんですけど、
もうね、何書いてあるかさっぱりわからん。で、絵も別に書いてないから、本当にノゾヌールかよとか思うんですけど、多分大丈夫でしょう。アルコラプラス、スパレイって書いてあるから。何のことかわからん。タクシーとかもスペルおかしいですよ。バリって。T、あの、英語表記じゃないですよ。ノーマ字表記みたいな。TAXI、タクシー。あ、タクシーは合ってるか。キャッシャーとかね、レジとか。KASA みたいな。キャッシャーみたいな。なんか変な表記なんです。だから紛らわしいですけど、まあいいや、喉ヌールスプレーを買って、喉に当ててやってますね。あとは喉飴やってますけど。喉飴を飲んで、やってますね。ああ、めっちゃ喉痛い。ああ、まあ、まあ、病院はやっぱりちょっと怖いので行かないです。病院はコロナあるから。まあ、インドネシアはコロナまだ出てないみたいなんですけどね。出てないのか分かんないのか、強いのか知らないですけど。まあ、ちょっと、やめとこうかなと思ってます、ね。あとはね、何やってるかな、最近。まあ、ご飯ですよね、ご飯。やることないというか、いろんなとこのご飯を食べていくっていう。もうほとんどお金もそういうのに使いますね、僕は。まあ、薬とかもそうですよ。だけど、結局はなんかご飯食べてるな。今日はね、今日じゃない。フラミンゴがスパイシーだとか言ってね、スパイシーと美味しいとか言って、スパイシーを味付けたらみたいな。フラミンゴ全部そのままスパイシーしかない。まあ、ローカルの人とね、日本語ちょっと喋れる人とか、英語ちょっと喋れる人とね、話すと、いろいろ教えてくれるんでありがたいですね。いい感じですよね、バリはね。気候も良くて。風が流行ると、もうみんな今、喉風流行ってるらしいんですけど、風が流行ると大変。風がね、治らないですね。全然。全く治らない。から、僕、でも、ご飯食べなくて痩せたって言われたけど、本当に痩せてきましたね。今多分60キロないかもしれん。ここ来る前は、お腹とかも出てて65キロぐらいあったんですけど、今多分ね、60キロないかもな。まあ何でかって言えば、さっきご飯をね、一番金使うって言ってましたけど、ご飯もね、多くて2食。1日ベースは1食ですね。だから、あんま食べないです。だから、あんま食べないですね。あとは、これ家にいてこうマシュマロ食ったり、テレビは、NHK とか、
1チャンネルね、NHK1 チャンネル、あとアニマックス1チャンネル、日本語対応。この2本をローテーションして見てますね。結局アニマックスって同じのずっとやってるんで、1週間ぐらいね。5番組ぐらい。だから、飽きちゃいますよね。毎日デジャブみたいな。まあでもバリはいいっすよ、ほんと。なんか、海外から来て、みんな、なんか、ホームシックになったり病んじゃったりするじゃないですか。僕はね、バリは多分なんないな、これ。まあ、まだ5ヶ月ですからね、わかんないけど。あんまね、帰りたいとかなんないですね。多分ご飯もあるし、もう、まあ喋るって言っても、まあ英語片言で、なんとかなる。でも英語で喋っても、なんていうの、インドネシアの人たちも別に、みんながみんな留学生とかじゃないし、まあ英語の勉強がすごくできてるだけで、別になんか、パーフェクトじゃないから。だから、なんか、通じないっすよね、あんま。英語通じない。まあ、僕らの発音もおかしいし、ヒアリングもおかしいし、この間、カバン持って出かけたら、バイクで出かけたんですよ。それでみんなで待ち合わせてご飯食べようと思ったら、スメルバッツ、スメルバッツ、スメルバッツってすごい言われたんですよ。臭いのかなと思って。クン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 やっとったら、なんかみんな笑い出して、ノーノーノー、スメルバッツノーみたいな。よく聞いたら、スモールバッグ。バッグ小さくしろみたいな。スメルバッツとスモールバッグは似とるなと思いましたね。うん、まあご飯の話で言えば日本食もすごいあるし、まあ、そんな日本みたいに洗練された味じゃないけど日本食もあるし、あと日本の方がやってるとこはまあ限りなく日本に近いし、近いというかもう日本ですよね。美味しいなと思いますね。唐揚げなんでびっくりした。唐揚げ。日本人がやってる方のね、お店行ったら、唐揚げがもう日本の唐揚げでもう感動しましたね。あと、僕がこっち来て一番感動したもの。それはね、お茶です。お茶。緑茶。多いお茶が売ってたんですよ。日本食のスーパーに。ほいで、最初は別にお茶か、みたいな。買ってなかったんですよね。飲みたくなくて。ほいで、何回かその日本食のスーパー近いので、行くじゃないですか。そうすると、まあ、お茶を買ってみたんですよね。なんとなく。弁当買う感じで、いつも。ほいでね、飲んだらね、うわ、めっちゃうまい。伊藤園すげえなと思って。伊藤園に頭上がらんなと思ったんですよ。それで、伊藤園に、感謝しまして、飲みましたね。それからね、僕お茶をストックしてます。水、今まで水だったんですけど、お茶になっちゃった。やっぱね、伊藤園のお茶、あとね、イエモン茶なんだけど、イエモン茶の字が書いてないみたいなお茶もあって、それはイエモン茶なのか、みたいな。わかんない。で、多いお茶だけはなんか、ロゴがもう日本語で多いお茶って書いてあるから、伊藤園って書いてあるし、これ飲もうと思って。あれはたまんないすかったっすね、お茶。
お茶飲んだらね、喉も調子よかったんですよ。なんか、すごく調子が良かったんでね。飲んでます。あとはこの CC レモンなのか CC レモンじゃないのかみたいな。これアップルもあるんですけど、これは飲んでますね。C 線竹田かわかんないけど。これ、どこだろう、本当は。これ、裏見てもなんか、やっぱ、それそうだけど、インドネシア語書いてあるけど。バリ語か知らんけど。でもなんか、ビタミンオレンジとも書いてあるんだよ。カタカナで。なんか、特保みたいなマークもついてるし。シーセン武田じゃないんだよね、これでも。ユーシーセンなんだよね。まあ、同じなのか違うのかもわかんないですけど。シーセンレモンは一緒ですよ。成分は違うかもしれんけど、味は一緒です。っていうね、生活を送っております。まあ、ちょこちょこね、僕、フェイスの方で、いや、5ヶ月ですよ、5ヶ月。最初3ヶ月なげえなーと思ってたんですよ、僕。うわ、3ヶ月かーって、それで最初の9月に来た時に、9月の25ぐらいに来たのかな。その時に、あと5日で10月じゃないですか。なんかカウントダウンしてたんですよ。19月、10月。だけどね、2日ぐらいやって、カウントダウンやめましてね。あれ?カウントダウンやめましてね。あれ?なんか面白いみたいな。なんか面白いみたいな。最初はね、友達もいなくて、自分一人でビーチとか行って、片子の袖でなんか、ぼったくられながら、いろいろ買ってましたけど。そのうちね、お店のことか、仲良くなって、いろいろ教えてもらったり、あと、まあ、動画にも前出たかな、ユディっていうね、完璧に、マルチリンガル、4カ国語喋れる子がね、いるんで、その、本当楽しいですね。頭もいいしね、やっぱ。読み書きもできますからね。天才だと思うね、あれ。天才だと思うんですよ、ユーティーさん。そういうね、ことをやりながら、楽しんでたら、あっという間でしたね。一回僕、日本に帰らせてもらったんですよ。あれは、正月だ。ちょうど。正月に帰らせてもらって、開けて4日に、本当半袖でおればいいですから。もうこれ僕長袖ですけど、腕まくってればね、いいですからね。あ、ちょっと接続が悪くなっちゃってますね。Wi-Fi 環境悪いんですよ。ほんで昨日だよ。昨日も土砂降り。急に。雷ゴーッつって、ザーッって降って、電気バチーンって落ちたんですよ。うわ、停電だ。絶対めっちゃ長いと思って待ってたら、1時間経ってもつかないんです。電気がね。もうね、なんだよと思って。一応そのセキュリティいるんで、セキュリティに、どうつって。電気落ちてるけどって言って、僕ね、その歩いてくときに横の家とか電気ついてたんですよ。あれ?と思って。それでセキュリティにさっき横ついてたけど、つったら、いや、停電してないよ、みたいな。つって。それで、バリのアパートって、コンビニとかで、プリペイドシステムなんですよ。課金してチャージするみたいな。自分でその番号を買ってきて、それをピッ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 って打ち込むと、チャージされる。それがゼロになるとバシンで落ちるんですよ。それが、昨日、その雨とともに、ちょうどパチンってなったもんだから、
僕はそれを停電だと思ってたんですけど、違って、電気代が払ってなかったっていう、そういう状態だったみたいですね。それを1時間ぐらい待ったわ。いや、本当にオーバーじゃなく、1時間は待ちましたね。まあね。そういうこともあります。なんで、こう文化というか、生活の仕方がわからない。これね、最初僕教えてもらったんですよ。教えてもらわなかったら急に落ちてましたからね、電気。チャージされてなくて。電気代はね、月だいたい一人で3000、4000円ぐらいですかね。まあでもエアコン使うから、まあしょうがないですけどね。あと下水はやっぱ悪い、排水は。排水はどこ、ここは新しいとこ住まわしてもらってるんですけど、排水がね、お風呂とかしてもね、なんかあんま流れなくなったりすぐしますね。あんまよろしくないですね。まあちょっと、今日は早めに寝ましてね、どうしようか、また明日ね、朝起きてちゃんとして、まあ皆さんもね、コロナウイルスも気をつけていただいて、もう僕も喉やっちゃいましたけど、まあこれ気をつけててもどうしようもないよな。結構マスクしてるんですけどね、出ましたけど、まあこれ気をつけててもどうしようもないよな。結構マスクしてるんですけどね、気をつけていただいて、まあ明日も気をつけていただいて、まあ明日も頑張ってください。僕も頑張りますわ。またライブやるんで見てください。チャンネル登録されてない方はぜひしてください。まあちょこちょこね、上げなかったりっていうことも多いですけど、上げるときは見てください。では、おやすみなさい。終了。